然だけど奏、奏は勝負下着って持ってるの？突然何の脈絡もない話題を振ってきたことよりも話題の内容そのものに驚いています。ねえねえ、持ってる？必要ありませんから私には。お、必要ないってことは勝負の意味分かってるんだ。ねえねえ、勝負下着の勝負ってどういう意味？ねえねえ、どういう意味？染谷さんって欲求不満なんですか？いや、そんなことあるかもしれないけど。染谷さん、私たちの年代の男女は心身ともにアイデンティティを形成していく時期であり、性的関心、欲求を持つことは自然で、むしろ健康である証拠です。恥ずかしいことではありません。ん？欲求不満には体を動かすことが効果的です。そうだ、ジョギングをしましょう。私も付き合いますよ。ジョギング？またストレスには娯楽も重要ですから、読書をしたりアニメを見たりするのもいいかもしれません。アニメ？次回、女子高生の無駄遣い、ロボ。アニメもいいけど生身の女の子がいい。生身の女の子のおっぱいがいい。あー、ダメだ、欲求不満がピークに達して理性と語彙力を失っている。ほら走りますよ染谷さん、汗をかいて煩悩を吹き